今日の握りはこれ。これね、握り。エリック・ミヤシロさんスタイルね。こう。でもこれは今日は自分のスタイル。こう。半掛け。半掛けで、親指はここ。下持っていかない。ここ。なんで半掛けにするかというとね、その、北村玄三さんが唇の関係が 0.1 ミリで違うって言うでしょ。それをピタッと合わせるのがこの半掛けなの。半掛け奏法で。これをやることによってピタッと一致するんだよね。ほんと。エリックさんはね、こうなのね。これ、こう。これはこう持っていかない。こう。指は伸ばす。さて今日何やろうかな。あ、挨拶するのせた。こんにちはです。こんにちはです。今日は2021年6月の今日13日。明日、明後日、休場日だね。何買おうかな。15日が、ね、6月15日が、給料日。はい。新型 iPhone。1TB。ね。リフレッシュレート。120。ね。UQL だろうね。マイクロ LED かな。俺マイクロ LED あんまり好きじゃねえんだよね。消費電力食うから。ほんで Wi-Fi 6でしょ。ねえ。CPU が何だろうね。CPU。15X かな。そんな CPU あった ?M1 CPU、Apple Silicon の M2 積んでくれねえかな。アップルセリコンの M1X っていうのね。そしたら最高なんだけどね。アップルセリコン。うん。今日ね、いちごトリオっているでしょ？あのトロンボーンの 3本のいちごトリオの泉さんからね、電話が来てさ、8月になんか、歌謡曲やるから助っ人に入らないかなってね。で LINE が来て受けました。だって暇なんだもんね。演歌、うん、ポップス演歌、ラッパー一本しかないんだって。 いないんだって。うん。そしたらそのトランペットの人はね、ね、名前は明かさがないけど、私が知っているその人のおじさんは、私が知っているロイヤルので入ってたトランペットの人なのね。私が入った時はその人はもういないの。こう、すれ違いです。うん。楽しみだな。いや、本人じゃないですよ。そのおじさんがって言ってたから。うん。
大体トランペットのね、バースピース聞くとその腕前わかんないよね。うん。バースピース聞くと。うん。あんまりアサイロ使ってるとこうフラフラフラしてるから、なんとなくね、読めてくるの。楽しみだな。8月に1、2回音合わせするって言ったらさ、簡単な譜面だったよ。兄弟船とかさ、やったよ。兄弟船。これはね、譜面見た方がいい。メトロノーム忘れてきちゃった。2ビートはね、絶対ね、メトロノーム使うこと。2ビートの世界だけはね、別だから。うん。8ビートはね、簡単に合わせられるけど、2ビートはね、空間が空間の世界だからね。うん。大門里、高橋達也と東京ユニオン。リクエストは あれだった。西部警察じゃない。タンタッタ、ちょっと言ってみろっすからね。そしたら、タンタッタ、タララタララタ、タンタッタ、ドラッタララって言うんだよね。それお前キーハンターダメだってさ。そう。キーハンター。キーハンターを吹いてほしいんだ。なんでお前キーハンター知ってんのってさ。俺が小さい頃キーハンターさ。野際陽子さんのさ、タラタララ、タタタラララララララ、タタ、チャラ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 、タラタタラタタタタタ、ドラタラ、タタタ、タラララタタ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 。ねえ、なんでお前知ってんのって、いや、だからなんでも知ってんだから、なんでも嫌なの。1970年代生まれがね、なんでキーハンター知ってんだよね。タララ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 、恐ろしい。はいはいな、はいはい、これ煙が目にしみるのリフだけね、リフメロ。
これがリフメルなんだよな。やーべた。煙が目にしみるばっかしやってたんじゃさ、飽きるよね。一眼レフちゃんです。はい、一眼レフちゃんです。やっぱカメラはね、一眼レフ撮った方がいいですよ。 スマホはスマホでしかないから。あの一眼レフのボケ感最高だよ。一眼レフのボケ感。じゃあ帰ります。バイバイ。